子さん、今日はわざわざ芦屋までありがとうございます。こちらこそお招きありがとうございます。今回は一緒にママトークをしてもらおうと思って、その内容も結構まきこさんが考えてくださって、インスタのフォロワーさんとかが千秋ちゃんにも聞きたいことと多分私にも聞きたいことで被ってるような内容っていうのを集めて、今日質問コーナーみたいな感じにさせていただければと思います。はい、まずじゃあ1個目なんだけど、私と千秋ちゃんが子育てで大切にしてることはっていうのがあるんだけど、うんうん、ありますか？3人いるんですけど、うん、本当に性格とか、うん、できることとできないこともみんなバラバラ で、うん、で年齢とか関係なくできちゃう子はできちゃうし、できない子はできないで、うん、なんかそれぞれの感性を結構大事にして、うんまあ、それぞれに合うことをさせてます、うん、なんか結構かわいそうなぐらいできることできない子、うんうん、もともとの能力ね。そう、マキコさんは私も自分の子ではそういう風にあんまり感じなかったけど、っていうのは1人しかいないから、うん、でも私3人兄弟なんで、うん、その姉と自分と妹見てた時に本当にそれぞれ能力が全然違ったんで、多分うちの両親はそれを結構千秋ちゃんみたいに早い時に分かってくれて、あのそれぞれのいいとこ伸ばしてあげようみたいな教育をしてくれたのね、うん、なので私もあの子育てで一番大切にしてることって自主性で、その娘が自分からやりたいって言い出したことをやらせたいなって思ってて、多分それが多分彼女にとって得意なことだと思うの。どんなことやりたいって言ってきた？ちっちゃい時は結構私もなんか周りの人に影響されて一通りさせるみたいなやっちゃったんですよ。でも結局それって時間も無駄やし、お金も無駄やし、プロになるわけでもないし、一番上の子やったら英語が本当に好きやったから、それでも学校まで変えて、で今留学させてるんですけど、真ん中の子はそういう習い事とかじゃなくて、そういうなんか YouTube の編集したり、そういう写真の編集したりするのが好きやから、まあ、そういうのを教えてもらったりして自分でやったりしてて、一番下の子は、まあ、お姉ちゃんたちの見ながら結構のんびり生きてるんですけど、まだ好きなこととか見つかってないから、まあ、やりたいって言ったことをやらせてあげようかなと思ってます。なんかうちの娘も何がやりたいってずっと言わなかったの、うん、でも他の子たちはバレエ習ったり、そうそう、ピアノ習ったり、いろんなことを習い始めるじゃない、中学校になって部活でバレーボールに出会って、初めてバレーボールやりたいって言って、でその後歌、はいはい、それも学校でなんかめっちゃ上手いですよね。すっごい上手いの。あれ学校で歌ってたんですか？学校で歌と出会った、それでコーラス部に入って、で今も続けてる。今もやってる。別に待ってもいいと思う、何歳になっても、それが結論だなと思ってます。そうですよね。はい、はい、じゃあ次の質問で、はい、赤ちゃんの頃は何が大変でしたか？一人目の時はやっぱり何も分からなくて、私も若かったので、全て病気だと思ったし、何かあったら、これなんかの病気で泣いてんのかなとか、熱が出たらもうパニックだし、一人目は本当に全部分からなくて、お母さんとかに聞きまくって、その自分のメンタルが大変でした。ありました？私はでも母が保育園の先生だったの、幼稚園の。そうなんですね、だから何でも聞いてた。3人大変そうじゃない？できないところを無理やりやるなって主人に言われてて、結構お手伝いとか周りの助けは遠慮なくやってもらってます、私は働いてたっていうことを言い訳に、もう何でもかんでも丸投げしてた。はい、2人とも、私も千秋ちゃんも、はい、お子さんを2人ともインターンに行かせてますけど、はい、その理由は最初は自分が6年一貫校で育って中学受験して、だからもうそれしか知らないから、本当にちっちゃい時は幼児教室行かして、で一貫校の幼稚園に入れて小学校まで行ってたんですけど、ずっと主人は語学は絶対やらせろって生まれた時から言ってて、幼稚園入るまではインターまで行かないけど保育園に毛が生えたインターみたいなあるじゃないですか、プリスクールみたいな、プリスクールに行かせてて、そのままなんか幼稚園をどうするかみたいな感じで悩んで、でも私は本当に日本の幼稚園しか知らないから日本の幼稚園に行かせたいってなって、でも絶対語学は続けさせろって言われたんですけど、でもそんな覚えないじゃないですか、日本の学校行ってたら。まあそうね、上の子は英語が好きだったんですよ、で9歳の時にやっぱり英語させた方がいいんじゃないみたいになって、ダメ元でインター受けて1年行って、そっから
留学しました。あ、もう1年ですぐ留学したんだ。そう。はい、じゃあ次の質問いきますね。お二人ともっていうことで、私とビビちゃんですね、両方とも仕事も子育てもしてますが、両立の工夫を教えてください。やっぱもうそれは私は人に助けてもらうことですかね。一人でやらないで、うん、お手伝いさんもシッターさんも使うし、うん、で自分の時間もすごい大事にしろって言われてたので、だから私はもう遠慮なく、うん、お手伝いさんもシッターさんも来てもらって頼ってますね、うん。じゃあ次の質問ですけれども、はい、子供たちがどんな大人になってほしいですか、将来。でも何になってほしいとかは全然私はなくて、うん、ただ本当に幸せで笑って生活できたらいいなって思う、うん、なんか私も本当に娘にこうなってほしい、こういう仕事についてほしいって全く思わなくて、ないですよね。特に今の時代って、うん、昔みたいにこういう仕事につけたらエリートとか、うんうんうん、これができたら大成功とか、うんうん、多分一つでも決まってないと思うんですよ、うん、多分今の時代って本当にいろんな幸せの形、いろんな成功の形がすごい分散化してるから、うん、本当に自分の幸せを見つけてくれればいいなって思います、うんうんうん、はい、じゃあ最後の質問です。英語の大切さって何だと思いますか？私はこれマキコさんのインスタでなんか、あ、なるほどって思ったんですけど、うん、なんかマキコさんが英語って大事ですよねみたいな質問が来た時に、もうその当たり前みたいな、英語は当たり前、日本語がオプションですよみたいなことを言ってて私は、はあ、確かにってなって、もうそうやんなって、どこ行ってもとりあえず英語は喋らんと来ていかれへんと思って、うん、なんかもうそのマキコさんのその質問返しの言葉に腑に落ちたっていうか、思いました。そう、私も子供を小さい頃からインターンに入れてるので、よくその日本語ができなくなったらどうするんですかとか、うんうんうん、そういうこと心配、漢字が書けなくなったらとか言われるんですけど、今例えばインターネットとか開いた時に、うん、情報の例えば 80% 英語で書かれたりとかすると、日本語ってどこまで大事なのかもう分かんなくなってくるんですよね。そうですよね、うんうん、多分昔みたいにその日本が日本の中で完結していて、日本だけで全部ビジネスとかも終われた時代は良かったと思うんですよ。で日本がすごい経済的にも強かった時は良かったと思うんだけど、今みたいにその、まあ、日本もある意味ちょっとなんていうんですか、経済的にも若干弱くなってきていて、世界がインターネットでつながる時代にはやっぱり共通語っていうのはすごい大事だと思っていて、うんうん、そういう意味での英語は大事かな。だから日本語はオプションです。だから日本語はオプションです。だから日本語はオプションです。私はだからマキコさんの一つ一つの言葉にいつも影響されて本当に、あ、さすがって言って、もうこの言い回しが本当にいいと思って見てます。ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました、うん、こちらこそ。また東京も遊びに行きますね、はい、ぜひ、はい、ありがとうございました。ま、 すまたね、バイバイ、バイバイ。チャンネル登録お願いします。